ンプが組み上がったので、軽トラに取り付けます。主に行うことは、アンプの取り付け位置の選定、バッジョクと呼ばれる電源の取り出し、ヒューズボックスの設置、ケーブル類の配線です。まずはアンプの取り付け位置の選定です。どこに取り付けるかによって配線が変わってきます。できるだけ邪魔にならないように、かつ短い配線にしたいものです。取り付ける軽トラはハイゼットジャンボですので、運転席の後ろにわずかな空間があります。最初の候補は運転席の後ろですが、ちょっとした荷物を置くのに邪魔になります。続いての候補は助手席のシート下ですが、そこは軽トラ。シート下に空間なんかありません。最後の候補は助手席の足元です。はっきり言って邪魔です。ところが、作業中にダッシュボード下に、わずかな空間を発見。こんな場所は全く考えていませんでした。しかも、探ってみると何やら邪魔なところに板金があります。試しに入れてみると、ぴったりじゃありませんか。ここに取り付けます。続いて電源の取り出しです。作業中の事故防止のために、作業前にバッテリーの配線を外しておきましょう。カー、すでにアンプを取り付ける場合、推奨されるのはバッジョクと呼ばれる方法です。バッテリーのプラス端子から直接配線を引き出します。バッジョクのやり方は車によってまちまちです。それこそ、バッテリーの端子から直接取り出すこともあれば、ヒューズボックスなどのバッテリーに接続されている端子から取り出すこともあります。ハイゼットトラックの場合、バッテリーは完全に車外にあります。ここから車内まで安全に配線するのは気が重いです。しかし、運転席のシート下にヒューズボックスがあるため、こちらの方が雨水によるショートの心配が少ないです。今回は他の方の解説を参考にヒューズボックスから電源を取り出すことにしました。取り出した電源はエンジンカバーとなるシート下を探れば、どこかに隙間があるので、そこから車内に引き込みます。ただし、車内に入るまではエンジンルーム内です。できるだけ早く車内に引き込みますが、それまでの配線はクリップなどでしっかり固定します。あとはサイドブレーキ、シフトカバーなどのセンターコンソール下を這わせて、ダッシュボード下まで引っ張ります。シガーソケット下の蓋を開けると、車内のヒューズボックスが現れます。それなりの空間があるので、ここにバッジョクのブレーカーを設置します。このブレーカーは一般的にはヒューズボックスを使用します。ですが、実際にはヒューズとしては使用せず、作業中の電源を切断するためだけに使用し、実際のヒューズはアンプなどに内蔵されているものを使用します。電源を遮断できればいいだけであれば、スイッチで遮断できるブレーカーの方が、ヒューズを外すより楽です。ちなみにこのブレーカーめちゃくちゃいいです。中華製ですが、パッと見綺麗に見えます。コンパクトにして、ボタン一つで電源を遮断できる上、お手頃価格。ただ、中華製にありがちな工作精度の甘さはありますが、何の問題もありません。こんなんでいいんです。ここまで来ればあとは簡単。スピーカーケーブルなどを作成して配線するだけです。ただし、ヘッドユニットから出るスピーカー端子の絶縁対策はしっかりしておいてください。まずはスピーカーケーブルを作成します。圧着端子を取り付けるだけですね。その他、リモート端子の延長とグランドケーブルの作成を行います。ついでにどのケーブルがどこに繋がるかわかるように印をつけておいた方が後々都合がいいです。配線はスピーカーから始めました。軽トラなんでダッシュボードはスカスカです。
配線をヘッドユニットの取り付け場所までとりあえず引き出しました。続いてリモート端子の延長です。クリップで延長するだけの単純な話です。その後ボディアースを引き出します。各配線の引き出しが終わったのでアンプに接続してみます。市販のアンプと異なり自作アンプですのでケースの外から音量の調整ができません。蓋を開けた状態で調整する必要があるため仮付けの状態で音量調整します。動いているものを取り付けるのですから動いて当然ですがドキドキします。無事左右のスピーカーから音が出ました。さてここからは音程の調整です。使用してるスピーカーが10センチのためどうしても低音が出ません。そこでイコライザーで低音を強調します。かなり極端な調整になりました。こんなんでいいんでしょうか。その後スピーカーテストで測定してみるとこのスピーカーの低音の限界点 70Hz からほぼフラットです。低音も結構出ていますがもう少し下が欲しい。サブウーファーは邪魔やし天井にスピーカーでもつけるかどうしよう。低音の問題は後回しにして調整が終わったんで最終的な配線を行います。アンプの固定はマジックテープです。こんなんで十分です。簡単に取り外せるし。あとは所定の場所に設置して終了です。